ようございます。釣り子 TV です。世界に一本自分だけの竿を作ろうということで完成しました。これね、今しこしこね、一人で夜な夜な作っていた、バス釣り用のベイトロッドなんですけども、コーティングもね固まって、完成したのでね、今回はまずこの完成品から見て、でこの後ねどういう感じで作っていったよみたいなね工程をね、バーッと見ていければなと思うんですけども、今回こだわったところは性能というよりも装飾ね。もうね、自分だけのね一本の釣り竿だから、やりたいこといろいろやっちゃおうぜっていうことで、結構ねいろいろ飾り付けの方にね、こんなのやってみたいな、あんなのやってみたいな、なんていう感じで作ってみました。はい、じゃあねバットの方から見ていこうと思うんですけど、こういう感じでね、アービのねバランサーを作ってみたんですよね。これね、メタルパーツにアービを貼って、それでコーティングしてね、こんなねツヤツヤのパーツ作ってみて、でそれをこのガンメタのパーツで挟んでね、ここがね結構重量があるのと、圧縮コルクグリップもね結構ね重量があるので、ここら辺で後ろの方にねバランスが来るように配置していました。でここね、ここのセパレート部分もね、これねアービを貼って、でスレッドもね巻いて、こういう感じの作りにしてみたんですけども、ギラギラでしょね。はい、でこういう感じでちょっと自分の好きな感じのねつぼまった風にして、でここからねさらにさらにこういう感じでね、螺鈿細工みたいでしょこれね。え、全周にねアービをね散りばめて、ほんでもって、ワンポイントとか入れてみたり、いろいろねスレッドもね微妙にね黒とかね、青とかねいろいろ使ってね、こんな感じでやってみました。でこちらの方もねこういう感じで飾り巻きしてっていうことで、そうね、まあこれを説明しながら、今回ねこの富士工業のイージースレッドのこれ透けるタイプの青色と、あとはこのねイージーボビンホルダーですね、この組み合わせでなんかねちょっとやってみたいなということで試したところ、非常にやりやすくてね、今回はねロッド作りにすごい役立ってくれました。で青と、イージースレッドの透けない黒ね、これを配置して、でここがこんな風になっていて、でねガイドはね全部これ富士工業のチタントルザイトですね。今回ねちょっと今まで使ったことないねセットみたいな感じのをね、買ってみて作ってみておりますが、こう先端の方まで行くとチタントルザイトリングを使うことによって、先端の方をね軽く仕上げて、あとはね見えるかな、これね SIC よりこうなんていうかね内径が広く稼げるんですよね。ここがねいいなと思って、軽いのと内径稼ぐためにチタントルザイトのガイドを使用してっていうのが、この竿をね使うところに想定しているのが、ラインスラックを使ったですねジグストの釣りね、それとか、ノーシンカーの釣りね、こう糸のなんだろう、微妙なたるみを利用して食わせのアクションをね、出していく、そういう釣りに使いたいなっていうところと、あとはねビッグベイトとかでも使いたいなっていうことで、こんな感じでね、ここら辺を螺鈿細工みたいにして厚巻きにすることによって、グリップエンドの方に重さを集めてっていうことでね、これすごいね手元重心でね、上になりすぎるわけでもなく、これはね組みながらいろいろ試したんですけども、まあ塗ってね何回も塗りながらちょうど平行になるぐらいの感じ、こういう感じのバランスですね。決してねいっぱい厚塗りしたから全体としては軽いっていうわけではないんですが、手元でこうやって握った時にこう楽に待ってられるね、こういう重さの配分を考えながら、ね、ギラギラに
やってみましたよ。あとね、このね、竿のポイントとしては、この後また同じこと説明しちゃうかもしれないんですけども、ここがね、こういう感じでワンアンドハーフ仕様になってる。こういう感じでね、ワンアンドハーフで、こっちのバットの方はね、そんなに曲がらないから40トンのキンキンのね、軽いカーボンが使われていて、それでもってこの先端の部分はちょっと曲げるためにですね、35トンプラス40トンのね、掛け合わせたカーボンが使われているって、そういうね、ワンアンドハーフのブランクスでね、こさえてみたんです。まあこれによって、自分なんかね、結構変なところに釣りに行くことが多いんで、まあ、こういう感じで、まあ決して超コンパクトというわけではないんですけども、7フィートぐらいの竿を作りたかったんで、なおかつちょっとね、釣り場に行く時とかに便利なように、あとはまあこのワンアンドハーフから来るですね、メリットっていうのがどんなものかっていうのをね、いろいろ試してみたくて、ワンアンドハーフ仕様のね、竿にしてみました。でね、こっちの方はね、もうガチガチなんで、もうほとんど曲がらないんですけども、先端の方はね、結構ね、いろいろな釣りに使えるかなっていうね、そういう感じの素直な感じの曲がりのね、ブランクスですね。こう来て、でここの部分でついであるんですけど、まあまあまあ、ここら辺から曲がっていくんで、ここら辺はね、ガイドもつけたし、なおかつね、ちょっと素材の違うちょっと強めのバット部分なんで、こっちの方はフッキングの時にしっかりと太い針を、抜き刺して、でこっちの方のしなやかなね、ティップセクションのところで、まあこのガイドの内径とかも合わせて、ふわんふわんとしたね、好きなアクションができるんじゃないかなと。これはね、実調の方でね、試してみないと、あれやっぱり違ったってことはあるかもしれないんですけども、まあ何にしてもね、こういった仕様になっております。ロッド作りするぞーっていうことでね、この富士工業のね、2022のカタログ、これをね、手に入れてね、パラパラとこう見ていたらね、あーって感じでね、またちょっとロッドが作りたくなってきてですね、それでもってまあ、カタログでね、いろいろペラペラと見くってですね、何かいいものはないかなーなんていう風にね、探していたんですけども、というわけで、ロッド作りね、また、やっていきたいと思います。で、今回のテーマは、ブラックバスで自分が一番使いやすい理想的なね、釣り竿を作ってみようっていうことで、こう、まあ、カタログでいろいろ見てたんですけど、今こうやってあのガイドもね、セットで売っているものがよくあるんだなっていうことで、まずはそうですね、ご紹介したいのが、はい、これね、富士工業のね、最高級ガイドですね、チタンの、フレームをまとったですね、トルザイトガイド、これのこういうセットがあるんだなっていうことで、まずね、手に入れてみました。まあ軽くてね、強靭でっていうことで、まあ最高級ロッドといえばチタントルザイトだろうっていうことでね、こんな感じのセットが売っているんですね。このセットがですね、なんて番手だっけな、LRVTG の129っていうね、セットですね。で、このね、チタントルザイトのね、セット、内容はですね、6という、サイズが5個と、7が1、8が1、10が1、12が1っていうことで、計9個のですね、ガイドがこのセットの中に入っております。で、これね、買うとね、トップガイドはついていないんですね。というわけで、はい、チタントルザイトのね、トップガイドもね、一つ買ってきてみましたよ。こんな感じで、まずね、ガイドのところはチタントルザイトでね、仕上げていこうかなということで、で、まあ、ブランクスの方も、注文して届きまして、こういう感じのね、もうほんと、なんだろう、ブランクスって感じですけども、今回はワンアンドハーフで7フィートぐらいのね、竿に仕上げようかなということで、こういう感じのブランクスを買ってみました。で、リールシートはですね、こういう感じですね。まあこれもね、
最近お気に入りでずっとこれなんですけども、TCS の、16っていうサイズですね。ここの、握りの大きさによって、まあ16とか17とかね、いくつか種類があるんですけども、自分手が小さいので、16というサイズで、内径15ミリのものですね。こういう感じの、リールシートを準備してみました。あとはまあ細々としたのがいろいろあるんですけども、こう、グリップエンドはジャストエースで仕上げようかなとか、飾りのこういった、リングですね。はい、というわけでね、前回からね使ってみているんですけども、なんとなんとですね、こういう、イージースレッドですね、これがね手に入ったので、まあ、前回もねこれの透明とか黒とかね使って組んでいるんですけども、この、イージースレッドを使って、そしてこれですね、イージーボビンホルダーですね、これをね使うことによってね、だいぶ作業がね楽ちんになるっていうことなんで、これも使ってね、試してみたいと思います。じゃあね、進めていきたいと思います。はいはい、というわけでね、部材の方を開封してちょっと見てきますかね。はい、まずねこれ出してみたんですけども、この2つに分かれているので、ここをですね、ついで使うような感じになりますね。あ、ここは大丈夫。はい。で、バット部分からこう先端の方にかけて、ああ、結構ね、張りのあるね、いい感じの調子ですね。まあ、ガイドをつけるとまたね、だいぶ雰囲気は変わってくると思うんですけども、今の時点でこう持ってみたらね、結構ね仕上がると重いものが投げられる竿になる予定なんですが、軽いね。で、多分ですけどこっちのグリップ部分が40トンのカーボンを使って軽快に仕上げられていて、具体的に曲がって仕事をするこの先端の部分は35トンと40トンのね、合わせたようなブランクスっていうね、そういう感じだったはずなんで、なので、まあ、こっちの方が、比較的曲がるような仕様で、こっちはねそんなに曲がらない、方なんで、40トンのねもうキンキンに軽いブランクス、これをつなげることによってね、独特な風合いのね、ベイトロッドが仕上がるっていうね、こういう感じになります。じゃあブランクスのね重さの方を測っていきたいと思います。まずこのグリップ部分が単体で 41g、 41g ですね。でこっちの先端の方の重さが 23g ね。で、合わせて、ブランクス部分の重さは、65g って出ましたね。はい。ね、これが、まあ、ガイドつけたり、グリップつけたりっていうことになってくるんですけども、で、グリップね、開けていきたいと思います。内径15ミリのもので買ったけど、これどうかな。
できたんで、今年のねハイシーズンいっぱい使ってですね、まあなんだろうな、ノーシンカー、フロッグ、ヘビキャロー、あとはそんなに重たくないビッグベイトとかね、そういう感じで使おうかなっていうね。はい、じゃあね、竿の完成後の重量も測っておきたいと思います。まずはグリップ部分、結構ね重くなったんじゃないかな。はい、グリップだけでね 139g、 だいぶねアービー乗っけたりなんだりしたんで 139g ですね。そして、ティップ部分はどうでしょうか。うわー、やっぱりトルサイトチタン軽いね。ガイドをつけても 27g しかないですよ。ねえ、これによってまあバット部分に重さがあるんで、こう安定した持ち重りになるっていうイメージで作ったんですけど、合わせるとグリップとティップ部分を合わせて 166g ですね。まあまあグリップの方をねもっと軽く軽く仕上げようなんつったらね、だいぶ印象も変わってくるんですけども、今回はねちょっと装飾とかいろいろ入れてみたんで、トータルで 166g となりました。はい、というわけで本日の釣り講 TV はこちらね。2022年に向けて自分だけの一本の竿っていうことでね、富士工業のカタログとかを読みながら、トルサイトリングをふんだんに使って、あとね、イージースレッドとイージーボビンホルダー、このセットね、初めて本格的に使って、ロッドビルディングしてみました。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。